大阪市立啓発小学校、中島中学校は、大阪府大阪市東淀川区にある公立小中一貫校。愛称は無垢の木学園。2014年に、施設一体型小中一貫校に改編された。新淀川改作工事のために、学校敷地が川底に沈んだ国島、山口の両小学校を統合し、1901年に、 西成郡啓発人上小学校として、当時の西成郡西中島村に開校した。公明の啓発は、孔子の論語の一節から採用されている。また、創立当時、校門近くに無垢の木があったことから、交渉は無垢の木をデザインしたものとなっている。1925年には、西中島村が大阪市に編入され、また編入と同時に、 大阪市啓発第二尋常小学校を分離したことから大阪市啓発第一尋常高等小学校へ改称している。1934年には大阪市啓発第三尋常小学校及び大阪市南方尋常小学校の2小学校を分離した。1941年には国民学校令により大阪市啓発国民学校に改称した。 太平洋戦争の選挙区悪化に伴い、大阪市の国民学校では、学童集団疎開が実施されることになった。各行政区ごとに、疎開先の府県が割り当てられ、東淀川区では、大阪府北摂方面が、疎開先に指定された。啓発国民学校では、三島郡と川村への疎開を実施している。1945年6月7日の、 第3次大阪大空襲で校舎を消失した。そのため1946年に大阪市立南方小学校に統合されて休校となった。1949年2月には南方小学校文校として復興し、同年4月に大阪市立啓発小学校として再開校した。1951年に大阪市立淡路中学校から分離開校した。 当初は、大阪市立啓発小学校内に、仮校舎を設置したが、現在の大阪市東淀川区東中島3丁目5番22号北緯34度43分51.7秒、時計135度30分16.7秒、北緯34.731028度時計135.504639度、 34.731028135.504639に独立校舎を構えた。大阪市教育委員会は2010年8月、東高と大阪市立啓発小学校を施設一体型小中一貫校に改変する計画を発表した。当初は中島中学校敷地に小学校を併設する予定だったものの、その後啓発小学校及び、 アスカ青少年会館の敷地へ変更され、2014年4月に小中一貫校として出発した。従来の中島中学校の敷地は、2015年度開校の大阪市立東淀川特別支援学校に転用された。ありがとうございます。